恥ずかしいおかずがバレた陰キャ。やっぱり三上優愛だよな。おかずがまだまだガキだな。あ、やっぱ君ぐらいになるともっと上のランクのおかずで抜いてんだ。さすが。もっと美女だし、胸ももっと大きいよ。カノオ姉妹は。カノオ姉妹、ゴージャスなおかずだね。でも正直、君もあの姉妹で抜けるっしょ。オフカノオ姉妹、超余裕。ていうかじゃあさ、君、芸人の阿佐ヶ谷姉妹とかでもいけんじゃね。いやいや。あ、さすがに、さすがに。それは余裕すぎ。あ、こっちもカノオ姉妹。あの二人で抜いてんの？なんか誤解してない？あ、マジマジ。阿佐ヶ谷姉妹で抜くって、エリコさんの方ね。ああね。今日の夜は保連しようかな。おい、また変わったおかずに挑戦する気？なになに？歴史の教科書に写ってる、トライ人。おお、フレッツトライ。挑戦しすぎだろ。おい、お前ら何の話してる？今日はトライ人のとこじゃないぞ。いや、教科書を見ながら復習してて。おお、そういうことか。18ページのトライ人の絵のことか。危な、今晩のおかずがバレるとこだったな。今晩のおかずってどういうことだ？この絵の男性が？オフメインディッシュ、男で抜く気かよ。マジか。てか君、さっきからまともなおかずなくね？いや、僕がよく使ってる二次元のメイドさんとか君でも食いつくと思うよ。二次元のメイド？じゃあ一応ちょっと LINE で送ってよ。マジで抜けるからね。マジ？この僕が描いた絵。ランドメイド。メイドインフトシってか。すぐ送るわ。あ、いらないいらない。もっと、まともななんか三次元のエロい人とか送ってよ。まあ、例えばだけど、カノオ姉妹とか。ちょ、クラスラインで送ってるよ。しかも、はい、これが僕のおかずって文までつけちゃってるし。うわ、既読31。うわ。もう送信取り消ししても意味ないわ。人生終了だ。あ、じゃあせめて、写真間違ったって言って普通のおかず送っとけば。ほほ。人生終了回避。いや、ほぼ終わってるけどね。何の写真で訂正したの？阿佐ヶ谷姉妹。結局おしまい。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。